午後6時になりました。Hello everyone, you are going to listen to Dandan Radio 76.1 FM Koza. Let's go! 皆さんこんばんは。毎週土曜日午後6時から7時まで地域から世界へ発信するラジオ Dandan Radio! はいさーい、ぐすんよチューン、デネラジオスタート、やいびーん。では、お願いします。はい、はいたーい、ぐすんよチューがなびら2月7日土曜日、ググル9時、デンデンラジオの時間のといびーん。皆様こんばんは。2月7日土曜日、午後6時、デンデンラジオの時間になりました。パーソナリティやシマクトゥバビンチョウソウル、深夜ユナトゥ、上村彩音トゥ、赤峰リュウブヤイビーン、スリから英語トゥシマクトゥバヌタアチヌクトゥバ使えるパーソナリティトゥシ、小学校6人シーヌ、イタクラシャーントゥ、グイルウヤイビーン。 Hello everyone, it's February 7th on Saturday at 6 o'clock. Time for Dandan Radio, ラジオ子供大学。グイルウラこの番組は、シマクトゥバ、英語、大和口のトリリンガル3カ国語で挑戦し、
次世代への島口場の伝承と多世代異世代国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は FM コザと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組は島口場英語大和口ぬみんちぬくつばちかて次ぬしでぬちぬちゃんかい島口場伝承しうふおくぬしでちがいいるしで国際交流ししみるくつ目的てそういびん。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、島口場英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。いずれも番組名でんでんラジオとお書き添えください。ラジオネームを忘れずに。ラジオチチョールグス用からのメッセージ、直訓リクエスト、しまくつば英語に関する質問など、どんな意思的見せびり用体。メールアドレスすべて小文字で、761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp ゼチランデンデンラジオんち番組でのおじかちみそうちラジオネームわしらラングトゥかちみせびりょうたい。はい、デンデンラジオですが、ですが、がでもないんですけど、今日もスタートですね。もう2月に入りまして、2月もう1週目終わりましたね。今日で1週目2月が終わりですけども、いやもう来週はまあ行ったら男子の皆さんが楽しみにしているバレンタインデーもしかり、そうですね、まあ旧暦のね大事な行事であるウガンブトチがありますね。はい、ありますね。そこで今日の年齢ラジオですね、まあバレンタインデーのこともしたいんですけども、この沖縄の大事な旧暦行事のでもありますウガンブトチについて今日は皆さんにと一緒に勉強していきたいと思います。はい、はい、でもうこれぐらいですかね。あと今日のオープニングちょっと小話というかあるんですけども、英字新聞といいまして、英語で書かれた英字新聞 ST ですねっていうちょっと有料の新聞があるんですけども、そこの方で面白い記事発見しましたのでちょっと紹介したいなと思います。ロシアからのニュースですね。世界のニュースなんですけども、ロシアの野良猫捨て子の赤ちゃんを救うというニュースですね。よくなんかバラエティ番組とかで動物がその人間をなんか体を温めて助けたとかだったりとか、まあ、1年前ぐらいですかね、日本であったお父さんが娘を抱いてそのまま亡くなったとかっていう、そういう事故もありましたけども、それとちょっと似た記事なんですけど、ちょっと紹介したいと思います。ロシアの野良猫が凍えるほど寒い通路に捨てられていた男児の世話をして暖かく保ったことで称賛された。この話はカルガ地域のオブニンスクの町で起こった。ロシアですね。そこでこの乳児はアパートの通路に捨てられていて、1月10日に床に横たわっていた。その日の気温は0度を下回っていました。玄関の段ボール箱に住んでいたマーシャと呼ばれる猫が体で赤ちゃんを数時間温めていたとズベダテレビが1月15日に報じました。まあ、ズベダテレビというのはこの地元局のテレビの取材班ですかね。で、住民の一人が大きな鳴き声を聞いて正面玄関を開けると床に寝ている男児を見つけた。猫が男児の横に座り、
体を舐めて温めようとしていたとズベダテレビは伝えた。この猫が男児の面倒を見ていなかったら生き延びる見込みはなかっただろうと住民は確信していると同テレビ局のアナウンサーは述べた。アパートの階段の上に住むナデズタ・マクホビコバさんは猫が困って泣いているような声が聞こえて外へ出たとレンテレビに語った。降りてみると泣いていたのは赤ちゃんだったっていうそういう記事ですね。いやーこういうなんか普段この生活の中でこの猫ってなんかあんまり人に興味なさそうだなとかって思うんですけど、犬の方がなんかね甘えん坊で寄ってくるようなイメージありますけど、シャナとレオどうですか？うん今の聞いてどんなでした？ちなみに2人はペットとか飼ってますか？飼ってる。飼ってる？飼ってるの？飼ってない。あ、飼ってないか。レオは何飼ってる？猫一匹と犬一匹、うん、あー両方いるんだねじゃあ普段から温められてるんだねそうでもそうでもないかまあ一応、まあ、この記事はあの猫がね、人を助けたという、あまりねこの人を自分のね産んだ子供を捨てるっていうのはあんま良くないですけど、そういった中でもこのなんか動物がね動物同士を助け合うっていうなんかすごくなんか面白い記事だったんじゃないかなと思います。この記事はですねあのインターネットの方で英字新聞 ST と検索していただいて、あのネットの方で英語だけの記事も見られるのでぜひチェックしてみてください。あの特に英語を勉強されている方にはとてもいい勉強になると思いますので、それ以外にもたくさん面白い記事ありますのでぜひチェックしてみてください。今回はロシアの野良猫捨て子の赤ちゃんを救うという記事を紹介しました。はい、ということで最初のコーナーというか次のコーナーに移る前に、じゃあいつもお世話になってますスポンサーさんの紹介、ユタサルグトゥウニゲーサビラ。この番組は住宅リフォーム建築のことなら有限会社マルチ重機、有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンク中野町店ネーブルカデナ店、自分らしく生きる空間有料老人ホーム有限会社二瓶デービル。どんなリフォームもお任せください。株式会社三人、皆様の癒しの空間デイサービスセンターシオン、寿司海産物石松、ビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店の提供、 FM 小座と沖縄ハンズの NP の協力でお送りしています。はい、スポンサーさんの紹介いっぺニフェデイビタン、そして、スポンサーさんのグスヨいっぺニフェデイビル。はい、それでは最初の曲に移りたいと思います。最初の曲はですね、まあたまにはねちょっと若い人たちの曲も流してみたいかなと思いまして、沖縄の出身の頑張ってるアーティストさんの曲を今日はお送りしたいと思います。今日はですね HY の曲をお送りしますよ。今日の曲はですね多分自分たち同世代の方々は結構知ってるんじゃないでしょうかね。HY でですね、トゥータンという曲をお送りします。それでは聴いてください。HY でトゥータンです。どうぞ。
はい、ただいまの曲はですね、HY さんで、トゥータンでした。HY の皆さんですね、今年で結成15周年ですね。すごくもう長くバンドされてますけども、出身が、うるま市のやけな、東やけな、岩城のっていうところのところなんですけども、東やけなのイニシャルで HY っていう名前ができてるみたいですよ。で、実はですね、このデンデンラジオ協力させてもらって、協力してくれてます沖縄ハンズの NPO さん のボスでありますトゥーバカッチンさんと同じ出身地ですね。まあ、それは皆さんわからないかもしれないんですけども、沖縄のね、代表するアーティストさんとしてこれからもね頑張ってほしいなと思います。はい、それでは最初のコーナーに参りましょうかね。じゃあタイトルいきましょうかね。それではいきます。うちなびんちょータイム。はい、このコーナーはですね、沖縄のことについて、地元についてですね、皆さんで学んでいきましょうというコーナーでございます。はい、今日の記事はどうなってますかね。今日の記事はですね、あれですね、地元沖縄市のでありました、地元の沖縄市のから出てますニュースがありますので、皆さんに紹介したいと思います。はい、最近ですね、沖縄市の方もなんかちょっと華やかになってきたかなって感じがするんですけども、特に自分たち高校が小座校なんですけど、よく小座十字路の方を見るとなんかね、なんか新しくなってるなっていうのはね感じますよね。はい、そうです ね、十字路を通る方も多分、うん、リスナーの皆さんも見られたかなと思いますけども、うん、あちら絵がね、大きな映画ダイナミックに書かれてますけども、それについてのちょっと今日はニュースというか記事紹介したいと思います。2月4日の記事ですね。これはニュース記事をちょっと紹介したいと思います。沖縄市銀天街活性へ、巨大壁画王朝から未来まで描く。国道330号線の拡張工事でむき出しになった銀天街商店街の壁面を有効活用しようと、沖縄市の授業で制作を進めていた巨大壁画がこのほど完成し、1月31日、壁画前の広場で完成を祝う屋台パーティーが開かれました。主催が小座十字路通り街、サイン沖縄カブトス、沖縄市が、主催やったそうです。で、約170メートルにわたる壁画前に地域住民や関係者が約100名が並んで一斉にテープカット。壁画の絵柄に込められたメッセージを紹介するツアーや銀天街のマスコットキャラクターの天ぷらのプーラーくんとの写真撮影を楽しんだりと、多くの人で賑わいました。で、壁画は琉球王朝時代から現代までの小座十字路界隈の地域が歩んできた歴史を中心に振り返り、目標とする未来の銀天街の街並みを描写。過去から未来へと時空を超えて飛ぶ竜の背に、各時代の様子を4区に分けて描いているという、そういうニュースでございます。初めて知ったんですけど、はい、銀天街のマスコットキャラクターですか？そうです。天ぷらの書かれてるのは見るんですけど、前までは分からなかったですね。確かに今もあると思うんですけど、あちらの方の、ね、天ぷら屋さんが中に入る方にありますよね。それですかね。でも中に入っていくといろんな天ぷら屋さんありますよね。そうですね、天ぷら屋さん多いですよね。やっぱりそこの象徴というか、うん、近くにまだね植え店もねありますよね。ありますね。まだこのプーラ君でした、はい、大きく書かれてますね。そうですね、後ろの写真の壁の方に。いやー、こんなちょっと場違いなのかなって自分最初思ってたんですけど、マスコットキャラクターなんですね。そうですよ、だったら正解ですね。あれみたいですね、プーラ君がこの時空を旅してるイメージで書いてるみたいですよ。なるほどですね。
本当に綺麗ですよね、うん、とっても綺麗だった、ね、あのなんか自分時空超えてるって言われると、うん、確かにそうだなって思うんです、うん、あそうですね、あの中心じゃなくて左なんていうのかなあのあミュータン向けの側に行くと、はい、あの、はい、ちょっとあの向けに行くと沖縄線ら辺の多分絵が描かれてると思うんですけど、 あそこのあのジープが超うまいんですよなんかちょっとマニアックなところ来ましたねあの車のあのまあ、ありますね、アメリカ軍が乗ってるあのキャンプとかでね、南アフリカとかね乗るやつなんですけど、あの絵も結構ね、ナンバープレートなんかも綺麗に描かれてて、でそこに戦車もあるんですけど、そのようにマッカーサーが乗ってたりとか、もうそれ以外にもあの琉球王朝のね、あの特に雨割りなんかの、雨割りいましたね、いましたね、あれもかっこいいですね、昔のこの沖縄の温かさみたいなのがありますよね、そうですね、明るくてとってもみんななんか生活感がね、そうですよね、なんか中箱に詰めてるところとかもあったので銀天街らしいなと思って、そうですね、いやこのなんかまた新しいなんか時代がね始まりそうな、そうですね、感じがしますね、この最後に書かれてたこう今からのなんていうんですか、未来の銀天街の街並み、うん、もう一度よく見てみたいです、どんな風になってほしいっていう思いが込められてるのか、まだね、この最近このに、まあ、時代とともにね変化していく中で、そのスーパーだったりとか、うん、そういうなんか便利にね世の中になっていく、そうですね、いく中でそういうやっぱり廃れていくものもね、うん、世の中にはあって、その象徴といったらあれですけど、いったらちょっとあんまりなんか湧いてないというか、うん、あんまりなんか人がいないイメージ、僕ね自分たち世代特にそう思うと思うんですけども、まあ、これからのこのね沖縄市銀天街もまあ有効活用していくというふうに書かれてますので、まあ、これがどうなっていくのか非常に楽しみですね、はい、はい、シャーナとレオはこっち行ったことある？見たことありますか？うん、ある見たことある、あ見たことある、あれ書いてる途中、あ書いてる途中、あんまはっきり見えない、うん、よし、うん、レオはどうですか？見たことある、行ったことはないか、うん、銀天街の中は入ったことない、あないない、あーそっか、あの実はですね、まあ、結構前ですけども、以前でんでんラジオのゲストにも来ていただきました島田より子先生と、あとお名前何でしたっけ、八木君子先生ですね、のお二人、からじで有名な先生なんですけども、お二人の事務所もですね、実はこの銀天街の中にありまして、ね、ありますね、ひっそりと、構えてるんですけども、また中入ってみるといっぱいありますよね、お店、そうですよね、島田先生の髪結いの教室もありますし、うん、なんかちょっとした何ですかね、動物園じゃないんですけど、うん、なんか爬虫類館みたいなのとかもあるんですよね、ありますね、とかこういうデイサービスセンターみたいな感じで支援センターなどもありますし、うんうん、中に入ってみるとたくさんあると思うんですけど、外から見るとやっぱり少し怖いイメージがあるかもしれませんね、今やみやこの小さい子たちからしたら、うん、またねこの絵なんかも一応描かれてて、うん、もっとなんか綺麗にしていけたらもっと、そうですね、人入りそうです ね入りやすかったりとか、観光客もね、沖縄市は国際観光都市っていう名目もありますから、うんうん、こういうところをね、なんか昔っていうなんか沖縄らしさといいますか、そのをもっと全、うん、なんか全面に押し出して行っていけたらもっといいんじゃないかなって思いますけども、うん、はい、はい、まあ、ということで、沖縄市のね銀天街巨大壁画もう今ではね完成してますので、まだ、まだ見ていないリスナーの皆さんもですね、ぜひ沖縄市を訪れた際には、まあ、沖縄市の方がほとんどだと思いますけど、はい、そうですね、まだね見てない方はぜひはい、車ちょっと止めて、そうです、ね、歩いてみるのもいいかもしれませんね、たまには歩かないとですね、皆さん、でも運転中のリスナーの皆さん、いや確かにそうですよ、沖縄市南地はね、はい、歩かない県ですよ ね、 よね車多いですからね、いや天ぷら美味しいですけどね食べ過ぎにはね注意しましょうね皆さん、はい、ということで、まあ、沖縄市からね明るいニュースをねお伝えしました。ということで、うちなわ便調タイムのコーナーは以上です。はい、ということで、もう時間も6時半
前になりましたけども、次のコーナーに行く前に、まあ、毎週恒例の、毎週恒例のレオくんのブレイクタイムに参りたいと思います。じゃあ、レオくん、いたさるぐとうにげえさびら。今日の曲は Thinking Out Loud by Ed Sheeran です。今年のグラミーアワードにも選ばれているシンガーソングライターエル・シーランが送る渾身のラブソングです。お互いに年を重ねても愛し合っていこうという2人の姿が表されています。バラードなのでこの時間帯にぴったりだと思います。それでは Thinking Out Loud by Ed Sheeran です。どうぞ。
The song was Thinking Out Loud by Ed Sheeran でした。今日のレオのワンポイントレッスンはこの歌で出てきた Maybe をピックアップします。 Maybe は多分何々かもしれないという意味です。この歌の中では Maybe we found love right where we are、 私たちはここで愛を見つけたかもしれないというふうに表現されています。例えば Maybe I failed the Aiken test、 これで私は多分 Aiken 落ちたかもしれないというふうになります。皆さん言ってみましょう。せーの、もう一回ちょっと早いですレオさんリスナーの皆さんびっくりしてると思うのでもっとゆっくりお願いします。はい、 Maybe I failed the Aiken test、 Maybe I failed the Aiken test、 もう一度お願いします。はい、じゃあレオから言ってからじゃあ言ってください。はい、Maybe I failed the Aiken test。 Maybe I failed the Aiken test。 うん、OK。 はい、OK。 この表現はいい表現や悪い表現に両方使いますのでぜひ使ってみてください。はい、レオ君、ありがとう。一平二平デビルありがとうございます。はい、Maybe ですね。Maybe. あのよくね、あの日本 AKB でもねありましたよね。え、 Maybe Maybe とかありましたよね。え、あーもう恥ずかしいもん。あーもう結構昔の曲ある、ね、ありましたね。皆さん思い出してくださいよもう言ったのも恥ずかしいよあーまあそういう、まあ、Call Me Maybe なんかもねありますね。ありますね。なんか曖昧な感じっていうので覚えておくといいと思いますので、うん、皆さん ね、 ね使ってみてくださいね。で、あとですね、あの一つ、もう一つなんですけども、エド・シーランですね。グラミー賞がまた2月8日ですかね、アメリカ時間での2月8日ですけども、エド・シーランも、ノミネートされてますので、皆さん、検索して曲聴いてみてください。以上です。ニケイ・デイビル。はい。じゃあ、次のコーナーに参りましょうか。次のコーナーは？はい、次は、来週、の2月12日が新暦でですね、12日が御願仏の日に当たっているということで、リスナーの皆さんも一緒に御願仏について勉強していきましょう。はい、はい、御願仏何かわかるかな。わからない。やらない。おうち仏壇とかこのひぬかんとかある？ない。仏ないか。ん、なんとかない。ヒヌカンとかない、ウトウトするとかない、お家あるよ。ある。ほうほうほう。じゃあもしかしたらやってるかもしれないね。ということで、はい、わからない皆さんも多いと思うので御願仏について簡単な説明をしていきたいと思います。御願仏とはこの日、この御願仏なんていうんですか、御願この、まあ、徳ですね、日となっているんですけど、この日はヒヌカンが昇天し、この天に上がっていく日とされていて、1年間に家庭で起こった出来事を天の神に報告する日とされています。で、この1年間にさまざまな願い事をヒヌカンにこのしたことで叶わぬ願い事もたくさん溜まっていることと思います。で、この火の神に線香を7本備えて1年間に感謝をし、叶わぬ願い事を一旦整理して引き下げることを御願仏事と言います。で、この時同時に年末の大掃除を兼ね、家中をきれいに清掃し、1年間の感謝の気持ちを込めて祈ります。その時に天の神様にはいいことだけ報告してください、そして新しい年にはパワーアップして戻ってきてでくださいというようなことも合わせて祈願します。はい、この時がちょっと何ですか、旧暦で年末になるんですね。うーん、あ、今の今日は2月の7日ですけども、旧暦の12月24日が12日になっているので、新暦のこの日が御願仏の日になりますね。クリスマスイブではないんですよね。そうですね。旧暦では。来週の木曜日ですね。はい。はい。ですね。はい。で、それで皆さん、御願仏の仕方を簡単に
ちょっと説明していきたいと思います。でこのまず火ぬかん、この台所にありますよね。 火使う場所、台所にあるわけさ、火ぬかんって、うん、仏壇とは別で、うん、火の神様がいるところだっけね、うん、でそれでまず火ぬかんにこのお供えしている水とか塩お酒を新しく入れ替えて、このうぶくご飯を、この何です、何でしたっけ、お茶碗じゃないですけど茶飲みみたいに入れて山みたいにするの分かります？ああ、なんか見たことありますね。食べますよね、この自分の、いつでしたっけ、新年始まってからかな、自分の干支の時に食べるんですよ、これ。ああ、お供えして、うふく、うふく、うん、うぶく、うぶく、うふく、うん、うぶくって書いてあるね。で、お供えして、で、この時に一緒にひぬかんのこの中の下に溜まった古い灰を捨ててきれいに掃除して、このまたひぬかんの上の方に溜まっていた新しい灰と入れ替える。ほう、そう、下に溜まってるのは捨てて上の部分だけ残すわけね、新しいのだけ残す。で、この古い灰はこの今までのこのお願い事と考えて、その古い灰を捨てて願を解いて、この願い事を消してっていうの、捨て、この解いて掃除した新しい灰と入れ替えることで、この火の神の木も新しくするという意味があるそうです。うーん、はい、神様も一緒に生まれ変わるといいますか、はい、新年に向けて変わっていくという感じですかね、はい、でこの次にこの15本線香を立てて、グイス、グイス、祈願ですをするそうです。でこのグイスの言葉っていうのがあるんですけど、ちょっとうとうとする時に、はい、多分みんな標準語で言ってるはずだから、まあ、標準語でもいいんですけど、どんな内容を言うかっていうのをやりましょう。はい、ね、はい、今日はお願い事だけしてますからね。そうですね、はい、ちょっとね自分のことを、ね、そうですね、いや、やった記憶ありますよもちろん、ね、ちっちゃい頃は知ってました。いやー、やってますよ、はい、ね、いろいろねはい、思い出すと恥ずかしいですけども、今日は教えていただきましょうはい、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、はい、今日は新暦の1月24日旧暦の12月24日です。例えばですよね、はい。これはちょっと日付が間違ってるんですけど、多分今年だと新暦の2月12日、はい、で旧暦の12月24日で、はい、言いますね。はい、でこの自分の住所、住んでるところ。言いますね。もしかしたらシャーナっていう名前がいっぱいいるかもしれんから、どこのシャーナかわからん。なるほど、うん、今どこに住んでますよっていうのをちゃんとね、そうですね、やってくれると家も守ってくれるので、うん、またね沖縄の名字比嘉さんなんて多いですから ね、そうですね。いや、どこの比嘉さんありますからね。はいはいはい、はい、住所言って、はい、それから自分の名前と、はい、えっとわかりますか、自分のシャーナと例は大丈夫ですね。はい、を言います。で、それから今日は12月24日の願仏地の日になっています。はい、で火の神様、1年間この〇〇家、自分の名字ですね、はい、をお守りくださり、ご加護をいただきありがとうございました。ニフェデビル、はい、で悪かったことは改めますので、天の神様へはいいことをご報告してくださいなんかこれ面白いですね。面白いですね。ね、なんかこれは悪かったことをもし天の神様に伝えてしまうと、次の年のこの運が変わってくるみたいで、悪くなるみたいな。ああ、じゃあ良くなるようにあえてこれを言うと。なるほどですね。ああ、いいですね。いや、ちょっと考えてますね、ちゃんと。コケですね。そこも狙ってちゃんと言ってるぞ。で、明け年も、はい、この丸丸家を幸せにしてください。この自分のね、家を幸せにしてくださいっていうことで、うん、で7強、この線香を7本、うん、階段みたいに、階段みたいに、そうですよね、登っていけるように立てるんですよ、はいはい、天に登っていけるように立てるので、でこれをかけますので、これで天へこのお登りください、うん、でこの
戻ってこられる時には福徳の神様、うん、黄金の神様、白銀の神様も一緒に降りてきてください。おー、いいですね、はい、いっぱい幸せを持ってきてほしいと。そうですね、はい、でこの七経七経ですかね、はい、これをかけるときに、この線香を横並びに1本ずつ7本立てて階段状にするんですけど、でこの時は右からでも左からでも構わないそうです、うん、でもただこの日の神様をお迎えするとき、要は新年ですね、また降りてくるときに帰ってくるときにはまた逆の方向から立てないといけない。なるほどですね、うん、あれですね、仏壇に向けての階段の上り下りですよね。今からです、横ではなくて、わかります、横ですよ、横ですか。あ、ウコールがあったら、ウコールがあ、まあ、正面ウコールわかります。まず2人はアルコール、ウコール、アルコールじゃないよ、飲まないから飲みませんから。え、線香立てるのあるでしょ、うん、あれあれウコールね、あれかな、あのなんか線香なんか立てる、なんか砂入ってる、あ、そう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 、それその話今なんだ、自分たちがうとうとする正面があるじゃないですか、あの仏壇正面立ちますよね、はい、ね、これのこのなんていうの、自分たちが上がるようにその、あ、そういうことです、分かります、横かぶせて階段にするのか、横に向かって、横電波みたいな感じにする、あ、そう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 、階段に分かりやすい、横だったと思います。横に並べればいいんですかね、だけどこの階段にならないといけないから1本ずつだいたい1分とかそれぐらい置い てどんどん並べて、あ、そうそうそう、なるほどですね、とりあえず多分階段になれば大丈夫じゃない、うん、降りやすい階段を作ってあげれば、はあ、どんな階段でも喜ぶ、でも結構難しいみたいです よ、 ですよ、ね、この階段にするのが、ね、燃える速さも違います、そうそうそう、うん、ね、ここでも神様が見てますのでね、そうですね、はい、ぜひこの木曜日にお家に仏壇のある方はチャレンジしてほしいですね、 そうですね、今もしかしたらやらない家庭も多いと思うので自分もやってみたいですね、うん、木曜日まだね、このその次が旧正月にね入りますので、そうですね、はい、これをね一回大事にやってみて、次にねやってみてからの次の旧正月でね、また内縄口で、そうですね、周りの人たちに感謝することをね言えたら上等じゃないですか。ね、上等エビンや、そうですね、うん、うん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 、これレオもね、レオとシャーナもぜひやってみてくださいね、はい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 、ということでウガンブツチのものは大丈夫ですか、はい、はい、このようにね、今週、これじゃ来週のですね、2月12日、旧暦で言いますと12月24日ですね、ウガンブツチの日なってますので、ぜひ台所にあの日の館がない皆さんもぜひ今年からでも沖縄のねこの文化的な行事としてなんていうんですかね、やってみるのもいかがでしょうか、こういう昔からねやっぱやってきた行事ですので、ね、未来にもね残して いけるように皆さんもぜひやってほしいです。なので今ありますけども日の神様をね天に昇らせて、また来年の幸せを願って私たちもね生きていきましょうということで、ウガンブツチの日についてのコーナーは以上です。はい、続いていきましょう。はい、次はシャナの英語のレッスンです。おー、はい、来ましたか、はい、英語レッスンです。来ましたね。なんかちょっとレオが笑顔になってるので、レオにも今日は喋ってもらいましょう。いいですね。シャーチャーレオで協力していきましょう。はい、今日のレッスンは、今日のレッスンは日常で使っている意外な英語、うん、意外な英語のよう なんか日本語、ああありますね、ありますね、よくね、うん、紹介していきます。はい、これは、ね、意外とこの使ってたらちょっと外国人からしたら、ね、は何それみたいな、アホだなお前みたいな、そこまでは思わない。何言ってるのかなぐらいだと思います。じゃあ一番最初に、はい、まずは、はい、コンセント。コンセント。あ、コンセント。刺すやつ、充電したり。はい、はい、コンセントは使いますよね。はい、あれはみんな英語だと思ってると思うんですが、はい、実は日本語おで、なんか昔はコンセントプラグ、うん、って言ったらしい。はい、コンセントが刺すやつで、うん、じゃあ
穴で、うん、でプラグがそのあのありますね、つなぐやつ、うん、そうはい。で英語では、はい、アウトレット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 って言うんだ、はい、へえ面白いですね、全然違いますね、そうですね、じゃあアウトヘッドモール足びなとか言ったらそれはその意味、文章として違う、ね、違うんですか、なるほどですね。そういう場合のアウトレットはどういう意味になります？買い物する場所、海外とつなぐとかからつながってるってことかな、あそういうふうにも使うんですかね、どんなんですかね、そうかもしれませんね。で、あのコンセントって英語で言ったらなんか同意するみたいな、あー、全然違いますね、同意してるのね、そう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 。じゃあ外人に言ったら大変なことない、コンセントコンセントって言ってたらちょっと同意する、契約書書くのみたいな面白いありますかそういう経験、さそうやあんまりなんか学校とか日本人が言ってるの聞いたことないですか？いや、ティッシュなら、あ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ発音が少し違うぐらいで、そんぐらい。学校の子はどんな風に言ってたんですか？え、そのティッシュ、ティッシュって、あ、ティッシュ、ティッシュって言ってたんです本当はどんな発音？ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ちょっとくっつく感じ、ティッシュ、あ、はい、少し違う、あるんですね。じゃあホッチキスいきます。ホッチキス、ホチキス、はい、あ、ホチキス英語じゃないんだ、はい、あ、確かに英語っぽいですよね、ぽいですよね、うん、あれ英語ではステープル、あ、あ、聞いたことありますね、聞いたことある、英会話とかやりますよね、めっちゃあるわあーはー、で、これは英語でも意味がないのでホチキスだから言ったら、うんうん、そうですね、はーってもう、何それですよね、それこそ、うん、全く通じない、全くナフタリンやーと何でもないです失礼しました、となるのでちゃんとステープラー、今ステープラー、ステープラー、はい、ステープラー、なるほどですね、うん、を使いましょうと、はい、ホッチキスはどんな風に来たんですかね、またどんなですかね、ホッチキス、はい、ホッチキスはこの機関銃発明した、何でしたっけあれ、フランク・ビホッチキスっていう方の名前から、このホッチキス自体が機関銃のようにもう普通に出てくるじゃないですか、何回も、なるほど、だからホッチキスっていう由来みたいですね。これ日本人、あ、ちょ、どっかの国の言葉かな、もしかして、いや名前ですよ、人の名前フランク・ビホッチキスっていう名前です。違う、日本ではさ、ホッチキスって言ってるじゃん、うんうん、だけどアメリカではこういうさ、スティープラーってさ、うん、誰が決めたのかなと思って、あ、ホッチキス、あ、日本人じゃないですか、ですかね、また入ってきた時にわがままだな、誰かが言ったんじゃないでしょうか、わがままだ忘れはずどっちでもいいですけどとのことです、はい、はい、いや面白いですね、面白いですね、この違いが、ソン、はあ、でこれからもね、こういったね、面白いね、面白いこの日本とね、ギャップのある英語多分紹介していくと思いますので、皆さん楽しみにしておいてくださいね、はい、はい、気をつけて使ってほしいですね、そうですね、さん、はい、はい、ということでシャノンの英語コーナーは以上です、はい、はい、ということでじゃあ地域情報に参りたいと思います。地域情報ですね、私たち の, あのお世話になってます、au ショップネーブルカデナ店さんからのお知らせです。なんとですね、ネーブルカデナ店でスマホ新規と同時に複数台同時に購入するとですね、なんと6000円のキャッシュバック、さらに台数に応じて増額という、なんとも魅力的なキャッシュバック制度が、じゃあもう一度言いましょうか、リスナーの皆さんがもしかしたら、はい、ね、何だって、6000円しか多分聞かないもう一度いきましょう、スマホ新規と同時に複数台同時に購入すると6000円現金キャッシュバック、さらに台数に応じて増額ということで、まあね、これからね、携帯を買い替えたり、また新入生の方々 ね携帯を買う時期ですけども、こういった時期にね、こういうキャッシュバックがついてくると、とてもね、経済的にもね、助かる家庭の方々も多いんじゃないでしょうかね、はい、はい、またですね、本体代金実質、1日あたり124円から0円の、iPad
ミニがついてくるということで、はい、詳しくはですね、ネーブル、ね、au ショップネーブルカネナ店の方に。お問い合わせ先はですね、電話番号098-956-6800 098-956-6800 ということで、こちらは、au ショップネーブルカデナ店さんからの、情報となっています。6000円キャッシュバックと、また iPad 124円からも0円実質0円の iPad がもしかしたらついてくるということで、詳しい情報を知りたい方はぜひネーブルカデナ店、au ショップネーブルカデナ店さんの方にぜひ足を運んでください。イタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、ということで、じゃあスポンサーさんの紹介、イタサルグトゥウニゲーサビラ。今日のでんでんラジオの時間は、有限会社丸内重機、有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店、自分らしき生きる空間、有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘデビル。株式会社三人、デイサービスセンターシオン、寿司海産物石松、ビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店の提供、FM 小里沖縄半ゾーン NPO の協力でお送りいたしました。それではまた来週。 See you next week. また野菜、バイバイ。